こんにちは、モーリーです。まあ、最近の動画3本ぐらい薪ストーブに関係する動画をお伝えしたと思うんですけど、まあ、それぞれね結構反響いただいて多くの人に見ていただきました。ごめんなさい、今回初めて見る人のために、説明すると、まあ、薪ストーブを作ったんですけど、暖房と同時に90リットルのお湯を沸かせるっていう薪ストーブを作ったんです。でそれで前々回ぐらいにそれをね床暖房に回すっていう動画を配信させてもらいました。でそれだけでもね結構ねすげーって言ってくれる人結構いたんですけど、今日はそのお湯を使ってなんとお風呂を沸かします。いやこれができたらねほんと革命的だと思うんですよね。まあ、その方法なんですけど、まあ、太陽熱温水器を屋根の上に備え付けているので、まあ、それとね合体させようかなと思うんですけど、日本海の冬ってね本当に毎日どんよりしてね全然お湯が作れないんですよ。これをね薪ストーブの余った熱でお風呂を沸かせたらすごいんじゃないということでね、今回は薪ストーブでお風呂を沸かすというテーマです。じゃあ早速工事やってまいりましょう。一応これで全部つながったはずで、あとはポンプを回せばどんどんねこの温度が上がっていくのではないかなと思います。おっ素晴らしい。 あったかい、あったかい、熱い熱いよ。あ大成功。よしこれでちょっと一日中回してみましょう。結構あったかいお湯が今来てたんで、一日中回してたら薪ストーブの、タンクの
熱をこっちに、移行させることができるんじゃないかなと。薪ストーブでこの太陽熱温水器温まったら、ちょっとこれはロマンですよね。能登の天気今日はね晴れてたんですよ。珍しく晴れてて、それでもこのタンクの温度は30度までしか上がんなかったんですね。30度だとまあちょっとねお風呂まだまだ入れないですよね。まあ、薪ストーブの熱をこう回して50度ぐらいまで攻めて上がってくれたら、お風呂も十分入れるんじゃないかなと期待してます。おはようございます。今日はちょっと曇り空です。太陽熱温水器の温度は17度でスタート。現在時刻9時ちょっと前ぐらいです。まあ、今日の天気的に多分自然に行けば、まあ、10度も上がらないだろうなっていう感じ、30度はいかないだろうなっていう天気かなという予想なんですが、ストーブとつなげることで何度まで上がるのかちょっと見てみたいと思います。よし、はい、じゃあ朝9時スタートです。よいしょ。水温が今63度ぐらいです。で、今日は1日薪ストーブ炊こうと思ってるんで、まあ、タンクはね6、70度キープできると思うんで、この場合に太陽熱温水器が何度まで温度上昇するのかちょっと検証してみたいと思います。本日こんな感じで雲が一日かかってました。たまにね晴れ間も見える瞬間があったんですけど、まあ、そこまでの温度上昇はなかったと思います、太陽による。はい、それで今48度、すごい。これはねこの冬12月入ってからまず40度超えたことがなかったんじゃないかな。だいたい晴れた日でも30度ちょっといったらいい方って感じだったんだけど、今日は48度いきました。もう今日はちょっとね寒いっすね。一日雪でした。お、こんな日でも43度はいきました。ああ、お風呂にギリ入れるって感じですね。そんな感じで、1日目が48度で、2日目が43度まで太陽熱温水器のタンクの温度が上がったんですけど、ちょっとそれじゃあ、いまいちしょぼいということで、まあ、今日はね50度以上できたら60度ぐらい目指して、ガンガン炊いてね、いつも以上に温度を上げれるようにねやってみようと思います。45度か。まあこんぐらいは限界かもしれないですね。という感じで薪ストーブの熱で、お風呂を沸かす、まあ、太陽熱温水器を沸かすっていう実験は、まあ、なんとかね成功はしたけど、まあどうだろう、70点ぐらいかなという感じです。太陽熱温水器のあのタンクの中の水で使える量が200リットルなんですけど、家族4人で、お風呂で使う水の量ってだいたいね300リットル弱ぐらいだと思うんですよね。それを全部賄おうと思ったら、ちょっと薪ストーブのね今回のシステムだけではちょっと熱量足りないなっていう感じですね。まあ、目指すところはやっぱり薪ストーブの熱だけでお風呂に使うエネルギー全てを賄うっていうのがまあ理想なんですけど、湯船200リットル分ぐらいは貯めることができたと。シャワーはもう水道水の方で石油ボイラーを焚いてやってるって感じで、お風呂で使うねエネルギーの8割ぐらいはあの薪ストーブで賄えてるんじゃないかなと、まあそういう結果になりました。まあ今年ね初めて作った薪ストーブなんですけど、暖房がもちろんできて、床暖房回すことができて、そしてお風呂を沸かす湯沸かしですね、この3つが今年できました。まあ一石三鳥分ぐらいのね役割を果たす、薪ストーブが完成したかなと思ってます。仕上がりとしてはまあ概ね満足っていう感じですかね。まああとはちょいちょいね、まあ細部の作り込みをもう少しアップデートして、まあ来年の冬、2022年の冬には間に合うように商品化したいな、まあもしかしたら再来年ぐらいになるかもしれないんですけど、まあ
今年ね、薪ストーブでやりたかった実験というのは、まあこれが、最後ですね。以上で、やりたいことは全部やったかなと思います。煙突ファンがまだねうまくいってないんで、それだけ宿題として残ってるかなっていう感じですかね。で、今回のシステム、いまいち、仕組みがね理解できないよという方のために、まあ最後ちょこっとね図解を入れようと思います。では図解いきます。どうぞ。はい、薪ストーブを焚いてここのタンクのお湯を温めます。この中にドボンと熱交換器を投入します。このお風呂へ行くこっちの配管ですね、これを分岐します。 T 字にこういう風に分岐して熱交換器の端っこに接続します。途中にポンプを入れますね。ポンプの P です。温水器のタンクの温度がまあ30度ぐらいだったとしましょう。はい、ここがね30度ぐらいだったとしましょう。30度の水がポンプで押し出されて、この熱交換器をぐるぐると回ることで、で出口で熱湯のね、まあ例えば60度ぐらいの熱湯の熱を回収して、このね出口付近では、まあ、50度ぐらいで出てくるわけですよ。50度に高められた熱湯がこういう風に返っていくわけですな。まあこれをねずーっとじゅんぐりじゅんぐり繰り返しているうちに、もともと30度だった耐熱温水器の水がどんどん温度上昇していって、まあ48度ぐらいに今回なりましたよと。まあそんな感じの仕組みです。まあある程度温まったらね、まあいつものようにお風呂にね、送水することでお風呂の蛇口から48度のお湯が出ると、まあ、そういう感じの仕組みになっております。はい、そういう感じで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。